どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな手伝ってくれたんですよ。お前らいつの間にそんなに仲良く。雪村先輩といると女性が苦手なのが克服できるんじゃないかと。だから僕は女の子っぽくなんてないってば。そうですね。またそうやって適当にうなずいて君は。そうですね、雪村。はい。強くなれ。なぜかみんなの心の声が聞こえる。わかりました。見ててください。僕もっと男らしくなってみせます。だって男の中の男。じゃあ残りの書類も運んできます。一人で。僕も手伝いますよ。ダメだよ、僕がやるよ。無理です。あ、分かったよ。僕も男らしくなる修行する。加納くんがびっくりするくらい男らしくなって。いい保護者が見つかったな。あ、そうだ、借り借りを返したい。ああ、ストーカーからも体育祭でも加納からも助けてもらったし、借りを作ったままになってるのは嫌なんだよ。だから一日だけ俺のメイドになってよ。他にはないのか。そうだな。お前は本気で私に一日メイドをさせたいのか。まさかそこまで本気の変態だったとは。本物だよね。それしか願うことがないなんて、むしろ心配になってくる。何？やらしいことされる覚悟ができたの？はぁ？冗談だよ。ほら、バイト行くよ、会長。結局どうしたいんだよ、薄いのアホ！大事なものがなくなるかも。ご主人様、ファイト。うわぁ、やっちまったよ、俺。なんだよ、大事なものって。あれか、これか、どれだ、それとも何か。うわぁ、うるさい。大凶一つしか入れなかったのに、ある意味すごいくじ運ですね。落ち着けしろや。大丈夫だよ、俺たちは大吉だから。なんだよ、自慢か、こっち来た。ご主人様、お静かに。たかが手作りのおみくじクッキーです。じゃあ、ミサちゃんも。万一ミサちゃんも同じ結果だったら逆に喜ぶはず。ああ、小吉。いいよ。借りがあるなら返そう。あ、ご主人様、本日はもう閉店。ご安心を。客ではありませんので。雅ヶ丘の副会長。失礼ですが、店長はどちらに。はい、私が店長ですが、何か。突然で申し訳ございません。この店を買い取らせていただきたいのですが。ああ、
申し遅れました。私は牧かなで、牧ダイニンググループのものです。え、牧ダイニングの？有名なの？葵ちゃん知らないの？牧ダイニング、大手ファミリーレストランから高級レストランまでを全国展開する一大外食グループよ。そこまで父の会社についてご存知とは光栄に思います。社長の息子？実は今度新しく店を出すことになりまして、客層を考えた時にこの場所が最適な立地条件だったので以前からご相談していたのですが。え、誰に？ビルのオーナーにですよ。ビルのオーナー？ビルごと買収？しかしなかなか良い返事をいただけず。わしゃ死ぬまでこの店を守るんじゃ。田中の方にも迷惑がかけられん。こうして各店舗にご説明に回らせていただいているのです。そんなの俺たちだって反対だ。つまりメイドラッドがなくなるってことなんだろ。他の場所で勝手にやってろよ。私たちが出す店というのが。話聞いて。この店の方なら説明は不要でしょう。簡単に言うと羊喫茶です。はい、反対。全然燃えない。メイド反対。というわけでこの場所に出店したいのです。ただこの話聞いて。ですが喫茶店なのにビルごと買収というのは。ああ、ビルは潰して英国風の館を建てる予定ですので、喫茶というよりはレストランに近いかもしれません。ディナーもフルコースを用意する予定です。ワンランク上の執事喫茶というところでしょうか。ちょっと、執事ってのはレストランのボーイとは違うのよ。あなたにその違いが。わかりますよ、彼なら。彼は我が雅ヶ丘学園の優秀な生徒会副会長ですから。雅ヶ丘学園生徒会会長五十嵐トラ、一体何のつもりだ。彼は副会長という補佐役を実に見事にこなしてくれます。主に仕えることの喜びを知っているとでも言いましょうか。彼ならば素晴らしい店ができるのではと、会長として友として私も応援しているのですよ。そうだ、執事としての質が気になるのであれば、来週末に開かれるフットマンオーディションに来られては。フットマン？執事の下で働く従業員のことです。質の高いフットマンを雇うため、面接をオーディション形式で大規模に行うのですよ。なんでそこまで話が進んでんだよ。従業員募集なんて早いだろ。大体まだ誰もここを売るなんて言ってんの。ヒロロ、そろそろ失礼しましょう、マキ君。ひとまず冷静に考えていただく時間が必要だよ。はい、では今日は失礼しますが、ここに買い取りの条件をまとめてありますので、これを参考にどうぞご検討ください。従業員の転職斡旋、店舗移転のための資金援助、もろもろの金額提示などに納得いただけないようでしたら再検討いたしますので。では失礼。お待ちください。どうされました？あまりその格好で外に出ない方がいいんじゃないですか。どうしてここなんですか？ん？私がいるからですか？何を。マキ、先に戻れ。ですがこれは。マキ、命令や。はい。相変わらず演技がお上手なんですね。あんたも相変わらずおもろい格好しとるな。言っとくが、今回の件はマキが初めて店を任されたから見守ってるだけや。真剣に店を成功させたいらしいからな。真剣なのはこっちも同じだ。店長がみんなと一緒に頑張って築き上げている店なんです。あの店が好きで何度も通ってくれるお客様もいるのに、そんな人たちまで巻き込むなんて。ずいぶんメイドの仕事にご執心なんやな。卒業したらあの店でその道のプロにでもなるつもりか？ほな真剣にマキと勝負してみや。あいつの本気を超えんことには話にならんやろからな。例えば来週末のオーディション、接客のプロ意識を見せるには絶好のチャンスやと思うけど。ああ失礼、
女には参加資格はなかったな。そういえばあいつにも変態ごっこに付き合わされた借りがあるな。あったね。こんなやり方許せるか。この借りだけは意地でも返してやる。お荷物をお持ちいたします。お手をどうぞ。お嬢様、完璧よ。ミサちゃんもスバルちゃんも最高に完璧。これならきっと女だってバレないわ。複雑ですけど、さらし巻いてカツラかぶってなんとか男に見えるようになったかと。すいません。ん？こんな無茶に付き合わせてしまって。仕方ないわよ。男子二人一組が参加条件だし、それにメイドラテのために戦いたいって言ってくれたんだから、一緒に戦うのはごく当然のことじゃない？はい。このフットマンオーディションでメイドラテにもいいスタッフがいるって認めさせればなんとかなるかも。本当なら私が出たかったけど、ごまかしきれない胸があるからね。便利な貧乳が羨ましいかしら。私がメイドラテにいなければきっとあんな強引な買収を持ちかけられることもなかったはず。私のせいでみんなの大切な場所がなくなるかもしれない。そんなの絶対嫌だ。これ全部参加者？いくらなんでも多すぎませんか。男祭りって感じよね。ギュなのにすごいアフロの人いるし。やっぱりみんなあのチラシを見たのかしら。書類審査なしで実力勝負だとやってみたくなるよな。堅苦しい面接ってわけでもないみたいだし、何より給料が良すぎだし。興味を持ったらまず会場へか。さすがマキダイニンググループ、名前に信頼があるゆえの集客力。どうかしましたか、さつきさん。あー、いや、改めてレベルの違う世界が相手なんだわって。お待たせいたしました。本日はお集まりいただきありがとうございます。早速ですがオーディションを始めさせていただきます。この声、みやびが丘副会長、牧かなで。まず初めにやっていただくことはマラソンです。え、マラソン？いきなりハードですね。皆さんがここに来られる時に通ったはずの坂がコースです。下まで行けば折り返し地点が用意されています。戻ってきたらそのまま誘導に従って我々のいる体育館へお越しください。いきなり自信ないんですけど。私が背中を押しますから。ただし二人一組のオーディションです。合格の条件は相方を担いでゴールすること。根性試しってわけか。熱くなりそうだな。冗談きついって。途中で交代するのは自由。やめようぜ。先着50組が合格です。それではスタートラインにお並びください。行きましょう、スバルさん。え、本当に？こういうことなら逆にやりやすい。スバルさんは私が守ります。待って、ミサちゃん。もういいわ。十分すぎるほど分かったもの。やっぱり無理よ、こんな大々的に。しかも本格的なオーディションを行う相手と戦うなんて。それに女の子だってバレたら。何も始まらないうちから諦めるなんて店長らしくありません。でも私、それでも諦めたくないっていうわがまま聞いてもらえませんか。ミサちゃんが怪我しないように私がちゃんと見ておきますよ。じゃあ行ってきます。一度火がついたらなかなか消えないのね。熱い子って好きよ。何かやらかしてくれそうでね、さつきさん。そうね。大丈夫？重くない？大丈夫ですよ。そう？調子のいいこと言ったけど、店長にあんな顔させているのは私だ。雅ヶ丘の会長に目をつけられている私のせいでメイドラテが。
準備はよろしいでしょうか。位置について。ブソキュラならワクチン頑張れ。頑張れ、ぶっちぎれ。無理しないでね。 N-O-V-E-2-3 じゃーん。ダメだ、ちょ、交代。俺も無理、きつすぎ。大丈夫ミサちゃん。平気ですよ。さすがにスーツは動きづらいけど、これならなんとかクリアできそう。その意気だ。一緒に頑張ろうミサちゃん。俺たちがついていれば100人力だろう。シロヤン体力だけが取り。なんなんだ一体。いろんな人が参加してるんですね。そうね。38着です。さすがに早い人も多かったわね。お疲れ様、二人とも。さすが美咲くん。いえ、そんな。スバルちゃんも頑張って。堂々とセクハラするのやめなさい。男の胸に触るなんてセクハラにはならないわよ。セクハラにならなくてもやめてください。次はちゃんと僕に頑張らせてよね。無理です。なんであいつらが。どうして無理ってわかるのさ。わかりますか。どうしたの美咲くん。エリカさん、その伊達メガネ貸してくれませんか。え？第1課題合格者の方は速やかに体育館へお入りください。まもなく次の課題に移りたいと思います。本当にこれが体育館。余裕で野球できちゃう広さよね。あの2人もかろうじてわかるくらい。しかもどこも高級素材。すごいね加納くん。そうですね。あいつらこういう仕事に興味あるのか。何しろ今バレると厄介なことに。改めましてようこそ皆さん。まずは第一課題お疲れ様でした。突拍子もない内容に驚かれた方も多いかと思います。ミサちゃんに踏まれた。我々が知りたかったのはどこまで本気かということ。正直に申し上げます、フットマンの仕事は非常に辛い。そして辛いからこそ同志をフォローできる力も必要とされる。だからこそ二人一組のオーディションにしたのです。このオーディションは相手といかに協力し合い一人前の仕事がこなせるかを見極めます。見極めるのは私をはじめとする執事たちと今回の会場などのご提供でご協力いただいた宮城ヶ丘学園生徒会五十嵐会長にお願いします。出たな変態暴君。見てろよ、絶対に最後まで生き残ってやる。どけどけ。お疲れ様です。疲れた。体力をかかる第1巡はこれで終了です。体力いるもんなのか。まだまだ。第2部に入る前に皆さんに着替えをしていただきます。今から制服となるテイルコートをそれぞれご用意しますので1分で着替えてください。1分。鬼か。何事にも素早い行動を。皆さん準備はよろしいですか。ここで着替えるのか。2人用のその行為ルームは1分後に撤去されますのでご注意を。では用意スタート。やばい。とにかく早くスバル、スバル君。うわ、おもろかった。ちょっとこれ結構やばい展開なんじゃない。美咲君はいつも早いから大丈夫だろうけど、スバル君は。1分経過です。やっぱりアウト。え、女？え、なんで？女だ。ごめん、リサちゃん。やべえ。ってことはもしかして、あの覆面も女なんじゃ。たく、こんな形で足引っ張られるなんて、せっかくの努力が台無しじゃない。男？いや、女か。どっちなんだ？薄いに葵ちゃん。やっぱりあれ薄井くんだったんだ。え、スバルさん分かってたんですか。なんとなく。だってミサちゃんいるし。そんな理由。参加資格は高校生以上の男子の。失礼ながら年齢と性別をお聞きします。性別は男、年は14。幼い。じゃ中学生か。では分かってるよ、失格でしょ。だから覆面してたのに。そちらの方にもお聞きします。
あなたは女性で間違いありませんか？はい。ごめんなさい。いえ、こちらこそ。では自動的にそれぞれのパートナーも失格となりますので、どうぞご退場ください。ふん。美咲くん？マキ君。はい。一つ提案してもいいかな。子供や女性がここまで来られたのは相方の力が強かったからでは？貴重な人材をこのような形で逃すのはもったいない。残された者同士でペアを組ませたらどうだろう。ただしどちらも参加資格を持つ者ならばね。そうですね。では一応確認させていただきましょう。17歳、高校生、男。そっちの方は納得だけど、メガネの方は怪しいな。ペアが女ならな。16歳、高校生。俺も男だ。まるで板のようだ。変なのすんなよ。やっぱり男だったか。あれはさすがに分かりやすかったな。はい。それでは第2部の審査を開始します。きっとまた会える。その目に映るもの全て幻には見えませんが、絡み合い溶けてゆくのか、君は何を感じてるのだろう。見てごらん、どこまでも繋がった。その理由を悲しがれ、すがろう。お約束というか、薄いとペアを組むことになってしまった。運命なんだよ、美咲くん。おもろいね。ほら、トラのやつが高いところから嫌な感じを振りまいてるぞ。軽く睨み返してみたら、余計に面白がってくれるよ。あー、ドキドキするね、カノーくん。深呼吸でもしていたらいいんじゃないですか。おっと、危な、雪村とカノーだ。こそこそこ。それでは、第2部の審査を開始いたします。うわー、始まっちゃうよ。すぐには始まりませんよ、この後は次回の話ですから。